なんだけどこの人ちょっと異常なまでにお父さんが大好きで、へー、14歳が作ったとは思えないぐらい、うん、これ手書きなんだよこれ。へー、木版をまあ趣味で始めるんだよね。エース級の存在なんですよ。ですね、うん、大活躍してるんですよね。それでこの人はだから新版画集団だけじゃなくて、他の集団の展覧会なんかにも作品を出したり呼ばれたりとかするぐらい、だから版画家としても若くして結構活躍してるんだよ。それでまあその謎をお話ししていく前にですね、現時点で分かってる一応正しい藤巻芳雄の人生っていうところから始めて、正しい方からで、この人は1911年に群馬の館林で生まれてるのね、はい、で藤巻家っていうのはまあ元武士士族の家系 でこの人お父さんは藤巻巳之助っていう人なんだけども、元小学校の校長先生やなんかやってて、まあ、地元の名士なんだよ。でそのお父さんの53歳の時のに生まれた末っ子なんだよ。で16歳の時にお兄さんが亡くなっちゃってるから、もう男の子彼一人みたいな、まあ、そういう生まれなのね。だから小野忠重さんの伝記によると、彼はその家を建てていかなければならないという重圧に苦しんでいたみたいなことになってんだけども、はい、なんだけどこの人ちょっと異常なまでにお父さんが大好き で13歳の時にお父さん亡くなるんですよ。何しろ53歳の時の子だから、うん、次の年にねお父さんの全集を作るんだよ。それがこう山岳全集っていうこういう本表紙、あ、本だ、吉尾って感じ、うん、中見るとこの山岳全集っていうのはこうお父さんが読んだあの俳句だとかお父さんの言葉だとかが全部書いてあるんだけど、こんな感じで季節ごとのなんか読んだ俳句が紹介されてたりとか、ものすごく編集よく編集できた全集なんだよこれ。しかもカラーですね。14歳が作ったとは思えないぐらい、うん、すごいんだよ。これができた後には今度山岳画集っていうのをまたうわ手作りの、うん、表紙で、はい、こっちはいろんな思い出を絵で描いてるんだよ。あ、お父さんの絵ではなくて、お父さんの絵じゃなくて藤巻芳雄がお父さんの思い出をいろいろ絵で描いてるんだよ。へえ。こう見返しとか見ると、まあ、これが藤巻家らしいんだけどね、うん、でこうなんかほら映画のフィルムみたいにさ、本当ですね、これ手書きなんだよこれ。へえ。書いたりでものすごい凝ってるんだよ。すごい。だからこの人ってもともとこう生まれつき絵がうまかっただけじゃなくてデザインセンスがすごくあった人なんだよ。そうですね、グラフィックデザイナーとして優秀な人だったんだよ。でそんなこともあってあの東京の浜町に住んでた佐々木壮太っていう図案家がいるのね。あのいろんな着物の柄とかさ、ああいういろんな図案を作る人、うん、この人も東京では1、2を、うん、あのそう、京あの西のなんとか東の佐々木って言われるぐらいの人だったらしいんだよ。16歳の時にそこに入ってみっちりあの修行してるんだよ図案の、うん、3年間修行して、でその後1930年だから19歳の時に神田の元王社っていうデザイン会社に入るのね。だからやっぱりグラフィックデザイナーとして仕事を、うん、するんですよ。例えば小野さんの伝記だとなんか両親にも先立たれちゃってね、仕方なくて姉夫婦を頼って上京してね、で絵は独学でみたいなこと的には書いたんだけど、そうじゃないんでちゃんと図案家のところでみっちり修行してデザイン会社に勤めてるんだよ。でその一方を当時そのさっきも言ったように創作版画がブームだったから木版をまあ趣味で始めるんだよね。で残ってる最初期の作品っていうのが、これが18歳の頃に彫ったこの作品なんだよ。俗にサイレンと呼ばれてる作品らしいんだけど、日の見やぐらだよね。だこの頃からやっぱりこういう鉄塔とかさ、この鉄筋の建物とか
そういうモダン東京に興味があったっていうことは分かるんだけども、で2年後には当時出てた版画雑誌のキツツキっていうのに作品が掲載されて、それで第1回日本版画協会展にも作品が出品されたりしてって、まあ順調にデビューするんですよ。もう版画家としてもデビューする、グラフィックデザインの仕事をやりながら、それでその次の年にその小野忠重さんやなんかと一緒に新版画、この新版画集団っていうのを設立する、初期メンバーになるわけですよ。で新版画っていう雑誌を出すわけで、その仲間たちで、その創刊号にこう張り込みで掲載したのがこの朝っていう作品なんだよね。だ非常に順調にデビューして、この新版画集団っていうのでも、すごく活躍して、ここも早速表紙担当してるし、新版画都市田園新談号って、ほら田園都市が流行ってた時代だからね。それでこの新版画集団、こうポスターやなんかも藤巻がやってるわけですよ。だからこうもう設立当時からこの人、この団体のこの新版画集団のエース級の存在なんですよ。ですね、大活躍してるんですよね。でモダン東京だけじゃなくって、さっき あの最初の作品のこの朝っていうのみたい、こういう人物なんかもやってて、1933年22歳の時にはそのデザイン事務所を勤めてた、その社員旅行で大島に行くんで、伊豆大島に、でそこで見た島のじいさんっていう作品なんだけど、こんな作品やなんかも書いたりしてるんだよね。それでこの人はだから新版画集団だけじゃなくって、他の集団の展覧会なんかにも作品を出したり呼ばれたりとかするぐらい、だから版画家としても若くして結構活躍してるんだよ。で1933年22歳の時にはなんと帝展に入選してるんですよ。仲間内ではもうただ一人ですよ。すごい。これちょっとね、あの現物がなくなっちゃった、色がちょっとあれなんだけど、ガソリンスタンドを描いたこの給油所っていう作品で、1934年には仲間たちの新版画集団の第4回展に一番最初に見たこの代表作と言われるこの石王とか、それから井の頭っていうこの作品とか、これなかなかすごいなと思うんだけど、こう月、へえ、月、作品とか、こう傑作連発するんですよ。34年はすごいんですよ。当たり年なんですよ。当たり年なんですね。当たり年で、この年この新版画集団で当時大人気だった喜劇役者の江野健っているんだよ。聞いたことはあるだろう、はい、江野健一、江野健、この江野健一座のねがあちこちで興行する、そこで作品を展示していこうよみたいな、江野健一座のところで展示していけばみんなの目に触れるぞ、芝居小屋に、そう、江野健一座とともに展覧会が回るっていうのを企画して、でこう江野健の版画とかも書いてるんだよね。でここに送る安土地形って書いてあるんだけど、これ安土梅太郎っていう、まあ、版画家なんだよ。そこそこにもう なんていうのかな、当時名のある版画家なの。でその安土梅太郎とか、あと恩知幸四郎っていう、やっぱりそこそこに名のある版画家がいるんだけど、その辺の人たちともうこの人付き合ってる、どうも、交流があるんだよ。新版画集団っていう、まあ、半分こうアマチュアのあれだけじゃなくて、プロのそこそこ名前のある人たちとも、もうこの人は付き合いがある状態なんだよね、はい、こういう感じで、もう34年まだ23歳だよ。23歳でもう絶好調なんだよこの人。この年それまでのその神田の元王社っていう、そこから銀座スタジオっていうところに移るんだよ。でこの銀座スタジオっていうのが、その小野さんの伝記によると、銀座裏の図案工房に通ってたけどね、全然食えなかったと、もう安月給で食えなかったみたいな話になってるんだよ。なんだけどこの銀座スタジオって
そこそこ中堅の広告デザイン会社なんだよ。千引き屋のロゴやってたりとか、あとその頃講談社がキングっていう雑誌出してたんだけど、そこに陽明書がずっと出してた広告を全部広告が担当してたりとか、まあ、そこそこ の, 会社なので、全然食うに困ってないんだよ。その銀座スタジオ時代の写真っていうのが出てきて、こういう感じでなんか仕立てた背広着てですね、うん、まあだから当時 の, 暮らしとしてはむしろいい暮らしの方なんだよこれ。そうですよね、うん、というわけで山田五郎大人の教養講座をお送りしてまいりましたが、いかがでしたでしょうか。皆様の暮らしに潤いをというようなことで始められた番組っていうか YouTube らしいんでですね、皆さんの暮らしがちょっとでも潤ったなと、ちょっとでいいですよ、湿度にして 1% ぐらいとでも潤ったなと思われた方はですね、ぜひチャンネル登録をしていただけると我々の暮らしもちょっと潤うということなんでよろしくお願いいたします。